中村博士は、日本の競馬騎手調教師。1933年に、騎手デビュー。初戦からに、勝つ来たらずで最高格競争提出、五勝点を制するなど早くから頭角を表す。1936年からは、群馬県片品村の祖宝家千秋家の先属となり、1939年まで、騎手県調教師として、 提出後商点優勝馬丸沼、東京優春優勝馬菅沼などを手掛けた。他騎手として1943年の横浜農林賞商,商店4歳小馬をダイエレク、1954年の天皇賞をオパールオーキットで制している。1950年度国営競馬リーディングジョッキー。1955年に史上3人目の通算500勝を達成して、 騎手を引退し、調教師に転身した。以後1962年天皇賞、有馬記念の優勝馬オンスロート1967年菊花賞の優勝馬朝顔など数々の活躍場を管理し、1993年に定年引退。調教師通算成績は、騎手県調教師の時代を含め826999勝。妻は、 小竹歌劇団に所属していた市村菊子で日本中央競馬会の長教師であった中村三津長男。実刑中村和夫は第二次大戦以前の名役種として知られ、引退後は名和牧場長を務めた。1915年長野県萩品郡徳良村に生まれる。実家は村で代々庄屋を務めた裕福な旧家で、父の家作は 地方競馬で馬主となるなど、馬道楽に熱中していた。1930年、サラシナ神城小学校高等科を卒業。すでに騎手となっていた兄、和夫を頼り、その師匠である、阪神競馬クラブの三間勝一旧社に、騎手見習いとして入門した。三間旧社では、兄弟子となった和夫が事実上の師匠となり、騎乗について厳しい指導を受けた。 1932年、騎手免許を取得。翌1933年4月22日に、京都競馬場で、初騎乗、同30日に初勝利を挙げる。初戦から58日後の6月18日、広は和尾が管理する大宮町だけで、福島競馬クラブ主催の提出後商点に出走し、2着に2馬身半の差をつけて優勝した。新人騎手を、 こうした大競争に寄与することは極めて異例のことであった。1936年からは群馬県の実業家、千秋賢治が所有する千秋牧場専属の騎手県庁教師として抱えられ、競馬開催時には東京競馬場そばの旧車、開催がない夏には千秋牧場で寄居する生活を送った。同年秋、丸沼で日本レース。 クラブ主催の提出5勝点に優勝し、同競争の2勝目を挙げた。そして1938年には、菅沼と共に日本ダービーに出走。スタートで出遅れたが、最後の直線で追い込み、63%の単勝支持を受けていた一番人気馬田山をゴール寸前で首かはしての優勝を果たした。 千秋牧場はダービー4度目の挑戦での初優勝となり、この時千秋は中村の手を取って緩急したという。当時、官営の下佐護料牧場と三菱財閥系の小祝農場の生産場が圧倒的な勢力を占めていた中で、個人牧場出身場のダービー優勝はフレーモアに続く2例目であった。翌1939年、 千秋と東京競馬場の調教師、小形東吉の話し合いにより、小形の弟子である伊藤忠志,志郎と交換の形で、千秋牧場の先属から離れ、小形旧社の所属騎手となった。これに伴い、千秋牧場の調教師は、馬長の幼い重蔵に代わり広は、騎手専業に戻ったが、菅沼の安城は、東年により、伊藤が務めた。1942年2月、 千秋が行きつけていた、利用店の娘で、松竹歌劇団に所属していた、市村菊子と結婚。同12月には長男、三木が誕生した。翌1943年には、和夫の旧社に所属するダイエレクで、横浜農林床商店4歳小馬に優勝したが、翌1944年より、かねて戦況が悪化していた、太平洋戦争の影響で、 馬券発売が休止、さらに1945年に競馬開催そのものが休止に至り、ヒロは家族を連れて、故郷の徳良村へ戻った。その後果樹園で生計を立てようと講習会に通うなどしたが、終戦後、1946年10月より、正規の競馬開催が再開される運びとなり、ヒロは東京に戻り古の小三郎旧社の所属機種として、 競馬に復帰した1950年、年間49勝を挙げ、リーディングジョッキーとなる。翌1951に古野が死去し、三上常吉旧社へ移った後、1954年には、オパールオーキッドで天皇賞に優勝。翌1955年1月15日には、佐藤勇、海老名武五郎に次ぐ。 史上3人目の通算500勝を達成した。これが、騎手生活最後の勝利となり、同年2月をもって、騎手を引退し、改めて専業の調教師に転身。騎手通算成績は2788,500勝であった。3月からの開業であったにもかかわらず、中村は初年度から管理場吉塚での、 雲畑記念勝利を含む27勝を挙げ、勝利度数ランキングで関東9位につけた。翌年以降も38勝、44勝と順調に成績を上げ、上位に定着。重賞勝,勝利場も毎年のように排出した。1961年には、公営、大井競馬から移籍した、オンスロートを受け入れると、逃げ。 先行策を取ることが多かった同馬を追い込み、客室に転換させ、翌1962年に天皇賞、有馬記念を含む予栄賞で勝利を挙げた。オンスロートは、同年の年度代表馬に選出されている。また、1965年には、初雪が、大賀賞に優勝し、騎手時代を通じて、初の品馬クラシック競争を制した。 1968年には管理場朝顔王が竹芝王、マーチスと共に三強としてクラシック戦線を賑わせ三冠最終戦の菊花賞を制して中村の管理下から二等目の年度代表馬に選ばれた。1970年代以降は8、大競争制覇からは遠ざかり、1980年代に入ると重賞勝利も散発的となった。 1988年、調教師となっていた三木が出張先で心筋梗塞を発症して死去。翌1989年、旧三木旧社の所属場だったマイネルブレーブが共同通信派4歳ステークスに優勝。これが中村にとって最後の重傷勝利となった。1993年、定年により調教師を引退。 通算999章は、当時歴代11位の記録であった。1997年10月9日、新不全により死去。82歳没。関西切手の明白楽と言われた、武田文吾とは、その妻を数夫が紹介したという縁から講師に渡り、信仰があった。中村は、東京、武田は、京都と所属が、東西に分かれていたため、 それぞれの管理場が再下登場する際には、受け入れ先となった。1964年と1965年には、当時武田が管理し、最強場と呼ばれた新山が、関東滞在のため、中村旧社に入り、その中で、中村が、調教管理の相談に乗ることもあった。主な機場場、括弧内は、中村機場時の優勝受賞競争。菅沼と中村。 提出ご焦点、八大競争優勝馬その他重賞競争優勝馬、受賞主な管理馬長期兼業時代の丸沼、菅沼は省く。括弧内は、中村管理下の優勝重賞競争。八大競争優勝馬その他重賞競争優勝馬。ありがとうございます。